こんにちは、ドクターネックスです。本日5月16日新しいガチャが来ます。来ますっていうのはもう来ましたになるんだけどね。過去編ガチャ真実の夜、今回は宇野花さん、平子、キスケ、この3体ですね。まだ僕が撮影しているのは5月16日0時00分0時になったところでございます。で、このキャラのガチャ前評価やっていきたいと思います。冒頭に出していたようにですね、あくまで僕個人の感想なんで、まあ鵜呑みにしないように、まずキャラの紹介の前に、まず一言でこのガチャ引くべきか引かないべきかで言ったら、引かなくていいと思います。理由は常設だからです。今後こやつらは後から出てきます。手に入ります。これは限定ガチャだと、いやもうここで回さないと手に入らないんで回しましょう、頑張って回しましょうって言うんですけど、過去編ガチャで今後例えば4周年の闇鍋に入ってきます。上に急いで、まあこの3キャラのうち誰かが好きだということであれば全然引いていいんですけれども、特に思い入れがない方々、ここで頑張るっていうのは得策ではない。なぜか、それは説明していきましょう。3キャラ、まずは宇野花さん。動画はどういう順番かな。まあいいか、宇野花さんからいきましょう。宇野花さんのまずは動画、こちら行きましょう。戦いに戻りましょう。敗北は許されません。はい。というわけで、宇野花さんは、青タイプの通常攻撃特化型、フォローキラー。属性は力。力のフォローキラーっていうとね、そして遠距離っていうと、僕であれば、アイセンがね、いるんですけれども。まあ、今回は必殺技を使うと、相手を列車にした上で、味方大回復。で、自身は火傷にならなくて通常攻撃 80% アップ、最近で言うとバンガスアイゼンが同じような感じでしたね。で、通常攻撃 20% アップ、まさに一緒ですね。自身で 100% アップっていうことが可能になってるキャラですね。で、強一が爆動の30、一つ参戦、前方に月画タイプの、多段攻撃。強に爆動の81ダンク、まあダンクやはりバリアですね。40秒で多分クールガン積みにすれば、20秒に行けるとこだけど、自身が20、通常20なんで、半分までは持っていけないと思いますね。 14×3 でもダメだよね、半分には持っていけないといったところですね。強さんは画面全体攻撃、ごめん、これが起動で言う何かっていうのがパッと見て分かんなかった。必殺技は波動の58転乱ですね。まあ強いんじゃんっていうぐらい、そのいや強いっすよこれとかは言わない、まあ強いんじゃん。自身は特に状態異常を持ってないようなキャラなので、まあ、あ、嘘ついたわ。強酸と必殺に、裂傷がつくけれども、まあそんなに裂傷がバンバンつくキャラではないですね。必殺技でつくぐらいですね。
まあそれだったら全部の方言弱体使えてるのがいいんじゃんとか僕は思いますね。まあ宇野花さんは、まあ、この3キャラの中では僕のおすすめ順位は2番目かな。はい、じゃあ次のキャラいってみましょう。次のキャラはキスケ。まずはこちらも動画からいってみましょう。まいったな、ずいぶんと警戒されてるんすね。投資者もらえませんか。そんなことはい、こちらが過去編のキスケ、まあ、新過去キスケですね。今までは心のドロップ率アップのキスケでしたからね。今回は、新しい過去キスケ、フードかぶってるバージョン、マントかぶってるバージョンんで、青攻撃タイプで強攻撃特化アランカルキラー、強酸で麻痺、そして、クリスマスハリベル以来ですね、状態異常確率アップがあるので、まあ、強酸打つと大体麻痺するっていうことをおいちゃんも言ってましたね。自身は麻痺短縮 100%。強一が、切り裂き紅姫。強二がね、ちょっと、技名わかんなかったな。全方位に紅姫飛ばしてるように見えて、強酸が縛り紅姫。それが麻痺ね。で、ラストが弱体。で、僕が目についた一番このキャラのダメな点、強二がクソほど弱いですね。動画をもう一回ね見直していただけると分かるんだけど、強二が力属性の敵に対してある程度近距離から撃っても半分しか減ってないっていう、普通のクエストの敵に半分しか与えられてない。で、何これっていうぐらいに弱い。そうか、これがザンケリンタイプって言ったんだ。だから近づきは強いんだ。そうかそうか、今自分で解説言いつつ思い出したわ。だからか、だからクソ弱えって思ったんだ。あれを、そうか、ごめん、全限定解説。レイドだとめちゃめちゃハマるんだ、これが。レイドで、強攻撃3倍で、強攻撃2倍だっけ。で、ボーナスキャラ3倍の強攻撃。これは減るね。まあ、レイド特化ってとこじゃないかな、正直。麻痺するっていうのは強酸しかないから、状態以上確率アップもらっても、要は強酸、しかそれが恩恵受けないんですよね。もったいないで、そんなんだからまあ、クール短縮でなるべく強酸を打っていくっていう風なスタイルに持っていくのがいいのかな。まあ、レイドでは強い、それは間違いないと思うわ。レイドで、あとごめん、それもあれだな。レイドでなおかつボーナスキャラになった場合は強い。ボーナスキャラじゃない場合は別にやっぱ微妙だと思う。そうか、あれ強にザンケリンだから通常クエストでも全然食らなかったんだ。吹っ飛ばしちゃってダメージが入ってなかったんだ。そうかそうか。即の遠距離アランカルキラーっていうと僕はー2周年記念イチゴを思い出すんだけれども、他誰かいたっけ。ああ、一角か。
俺だったら一角の方が維持もすんな。ダブルキラーだし。あー、リルカムか。遠距離、遠距離アランカルキラー。いや、リルカムの方がいいんじゃないかな。あー、そうかそうか。これまた分かったわ。なんでダメかって、遠距離のくせに残限で近づかなきゃいけないっていうのも、いや、ダメでしょ。何どっちつかつやねん。近距離で残限タイプだったらいいんだけども、遠距離でセーフティーに行きたいのに、どうやっても近づかないとダメージが出ないっていうのは矛盾してますよね。まあ、正直、今回の僕は、キャラ性能で言えば、キスケが一番ダメかなと思う。近距離だったら残下人がもうちょい評価してもいいとかったんだけどな。せっかくのその状態異常アップも強酸しか適用がないっていうのがもったいない低評価ですかね、僕の中では。うん、実にもったいないですね。はい、じゃあラスト。はい、じゃあ平子紹介いきましょう。さあ、こちらが新過去平子。以前からね、力で、まあ、ちょっとギャグキャラ系の、キャラでしたけれども、今回は、まあ、必殺技演出はギャグっぽいけれども、性能としてはですね、僕、今回のガチャでは一番のおすすめです。近距離で、技、アランカルキラー。近距離技アランカルキラーっていうとパッと出てくるのは僕はソイボンなんですけどもね、あれはグループバトルですごく良くて、で今回の平子、強酸は集めてドン、強2は、長い設置、強1は、オーソドックスな前方突進っていうので、いやこいつねグルバト2ですよって言おうと思ったの。残念、これ強攻撃ヒットスワップがないから結局グルバトで役に立たない。こいつで一つは稼げないから、したら、わざわざランギクさんにするかとか、そういったことになっちゃいますね。残念だな、これ強攻撃一つアップもらってたらよかったのにな。で、可能、習得可能アビリティ、通常攻撃範囲アップ 20%、 通常攻撃ダメージアップ 80% で、瀕死ダメージアップ 30% というところで、能力的にはその瀕死30でちょっと最近の流行りではない。でもまあその、通常の速度、範囲、申し分なく。で、強1、強2、強3、どれも、比較的使いやすい。というような状態なので、僕の中では評価は高い。でもね、確かにな、ソウル特性とか考えると、いやー、微妙だな。ソウル特性考えるとあんまり活かしきれないことが多いと思いますね、これは。一番おすすめってたけど、それもなんか、いや最初はね、その強攻撃ヒットスアップがあると思ってたから、まあ、いいじゃんと思ったら、いやないし、瀕死30だし、ちょっと微妙かな。
強攻撃の性能は申し分ないです。で、必殺技は弱体にするし、そこら辺はね、非常に優秀だと思います。唯一じゃないな、2点ほど、ソウル特性が、最近ではこいつが生かしきれないこと、強攻撃ヒットスアップがないから、グルバトでも別に、まあ、ないよりマシだけど、ヒット数要因としてはちょっと足りないなというところですね。いや、一番おすすめしたかったんだけどな。能力的にはその使い勝手はすげえいいと思う。総括です。今回の過去編ガチャ真実の夜、僕はまあ動画投稿主として引きますよ。引くんだけれども、僕が引くのは本日ではありません。5月の18日、大阪でオフ会をやります。冒頭にデデンって出してるように、大阪でオフ会をやります。そこのオフ会で引きます。どれぐらい引くかは全然未知数です。ノリでわーって引くかもしれないし、でもささっとやめるかもしれないし。というところで、このガチャは好きな人以外にはおすすめしません。きっぱりよ、効率はおすすめしません。月末まだ暑いのは来ることを予想すれば、この3体に、霊玉全突破とかはやめた方がいいです。ただし好きな人を除く、この3キャラのうち誰かが好きなんならばもう全突破していいと思います。今回利点としては、1パーピックアップと同じで1パーなので、引きやすいっていうところがあるかな。狙ったキャラを引きやすい。月末で新キャラ出てきた場合でも、確率2倍にしたって 0.5% だから、新キャラの1体あたりが。なかなか狙って出せないけれども、今回は、星5が出れば誰かが当たるんで。まあ、好きであれば狙い目ですね。むしろもう本当、大好きでレベルも狙うぜっていう時、いう人だったら、ここでがっつり引いてもいいと思う。っていう方以外は、全く進めません。いいです。引かなくていいです。月末に貯めておきましょう。無課金勢、この3キャラに思い入れがない。引かない方がいいです。今まで僕、ガチャで引かない方がいいっていうことあんまなかったんですけど、これはね、引かなくていいです。好きでない場合。性能面から見ても、こいつらじゃなきゃ、ダメだっていう例は特にないんで、はい、力フォローキラー遠距離で体調じゃないとダメとかでも、あれだね、山爺がいるかな。まあ多分買いが効きます。いいっす、引かなくて。という個人的評価でした。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。